世界の女王4人が M ステに帰ってきた。デビュー5周年ブラックピンク。初出演はおよそ2年前。こんばんは、ブラックピンクです。出演できて本当に嬉しいです。今ちょっと緊張していますが頑張ります。トークとパフォーマンスでギャップを見せ、楽曲はもちろんファッションやメイクなど女性が憧れる女性ガールクラッシュというスタイルを確立。そんなブラックピンクはとにかく記録尽くし。再生回数が最も多いドゥ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 のミュージックビデオは16億回超え。さらに YouTube 登録者数は6410万人と女性アーティスト世界ナンバーワン。世界を席巻するブラックピンクが今夜披露するのは、全世界で130万枚以上売り上げ、韓国ガールズグループ歴代1位のアルバムからラブシックガールズ。そのジャパニーズバージョンを M ステだけで初パフォーマン